どうも、今日は中津市のとある場所にやってまいりました。こちらです。こちらナチュラル整骨院、整骨院にやってまいりましたよ。入ってみたいと思います。わあ、金木犀がすごい。こちらですね、入ってみます。オープンと書いております。こちらからですね、入ってみます。こんにちは。お、すごい。こんにちは、男屋リブート、ご一行様、ありがたい。あ、吉本さん、こんにちは。大島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナチュラル整骨にようこそ。はい、はい、じゃあちょっと入ってみます。はい、お上がりください。はい、それではどうも、よろしくお願いします。はい、大島さんは、いつもね、はい、男屋リブートにもよく遊びに来てくださってて、はい、お世話になってます。いつもありがとうございます。はい、こちらこそ。整骨院をしてるということで、一体どんなところなのかという調査に本日はやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、見たことあるものが、じゃじゃん、ポスター貼ってくれてる、ありがとうございます。あ、こんなところに何かありますよ。あ、こんなところに男屋リブート。あ、実はエディオンのファミリー店でございます。よろしくお願いします。うちの宣伝をしに来たんじゃないんですか。それでは中に入ってみましょう。失礼します。はい、どうぞ。こちらになります。うわー、見て、すごく綺麗な日の光が、はい、ナチュラルのすごい、全体も含めちゃうのでリラックスしていただくということになってます。本当にリラックスできる空間ですね。はい、あ、こうやって緑もありますよ、こちらにも。この冬とかはですね、はい、アロマを炊いたりとかもご希望がある、うんうんうん、あとは、まあ、男屋に出入りしてるぐらいですから、音楽も、はい、心地よい音楽も流れたりなんかしますので、はい、音楽も流れながら、はい、アロマも炊いてリラックスしていただくということで、リラックスしていただくということですね。はいはい、どんな風にですね、はい、施術、はい、をしていくんでしょうか、普段は。はい、普段はですね、まず問診票というのを書いていただいて、まあ、住所指名って、どこが痛いですか、はい、どこがいつから痛いですかって、基本的にはどういう病気をお持ちですかって基本的なことをお伺いして、はい、そして運動検査っていうのがあります。運動検査って前に倒れたり、はい、後ろに反ったり、はい、こうねじったりして、どこがどういうふうに痛いかをチェックします。あとはどういうふうな曲がり方をするか、うん、こうやって曲げる人もいるし、こうやって曲げる人もいるし、人それぞれなんで、それぞれの動作を見てどこの筋肉がどう悪いかとかをチェックします。なるほど。それが結構大きいです。その後実際に触って、はい、どこが硬いかとかをチェックします。はい、あれ入れ替わると触ってしまうと症状が変わってしまうので、そこだけ良くなったりしますので、そういうふうな手順を踏んでいろいろお話しする中で、じゃあこういうふうな治療をしていきますよということで行います。なるほど。はい、うちに出演してるミュージシャンでなんかここですごく良くなったと噂を聞いたんですけれども、はい、ありがとうございます。横隔膜でしたっけ。そうですね、横隔膜は横隔膜とこの中の大腰筋っていうのがくっついてるっていうか、セットになって硬くなる場合が多いんで、はい、そこを緩めるということが大事になります。硬い、はい、横隔膜硬いと呼吸がしにくくなるんで、はい、姿勢が悪くなるけどね、こんなになってるし、だから横隔膜をしっかり埋めて声が出るようにして、うん、そうなんです。声が出るようになったんですよね、その方。はい、あとは首とかの整出すると声も出やすくなります。こういうふうに空気が出るので、はいはいはい、ミュージシャンの方にも、はい、おすすめ、おすすめですのナチュラル整骨院でございます。はい、それでは本日はナチュラル整骨院に取材来ました。ありがとうございました。ありがとうございます。ナチュラル整骨院、よろしくお願いします。